皆さんこんにちは。ニュース S のお時間です。ということで今日はですね、まあ新しい試みとしてですね、試合前トークをお送りしたいと思います。まさしくビフォーっていうところですね。まあコメント欄でですね、2回で終わったとかっていう声ありますけども、毎試合できませんので不定期ニュース番組ということでですね、やっていきたいと思います。今日はですね、 DeNA 対阪神をお送りします。まあ昨日はですね、雷ということで試合がノーゲームになってしまいましたけど、さすがに厳しいですね。雷でプレーっていうのは、まあ命の危険もありますし、まあなかなか厳しいんじゃないのかなっていう賢明な判断だったと思いますけども、まあ今日の先発はですね、まあ DeNA 伊野、そして阪神秋山と、まあ昨日の投手がスライドすることなく投げてくるということでですね、今日の、まあ、日刊スポーツの新聞にも書いてますけどもね、これでジャイアンツ戦に今永を回せるっていうところで、 DeNA にとっては昨日の試合いいノーゲームになったんじゃないのかなというところではありますけども、まあ、しかし DeNA これから優勝するに至ってですね、巨人戦以外もやっぱり負けるわけにはいかないので、今日の阪神戦もすごい大事ですし、逆に阪神も3位広島とゲーム差が確か 2.5 だったと思うんですけども、ちょっと待ってくださいね、 2.5 ですね。間違った情報をねお送りするとあれなんで、しかもこれほぼノーカットでお送りしてますからね、間違えないっていうね、間違えれないっていうところになりますけども、 2.5 ゲーム差ですねってなってくるとですね、タイガースも逆にクライマックスシリーズ進出に向けては負けられない戦いになってくるわけですけども、まあその中ですね、まあ今日は天気です。ちなみに現在朝の9時半でございます。まだ球場入りしてません。あ、ちなみに今日はですね、佐々木智也ラジオの MBS で DeNA 対阪神をですねお送りしたいと思います。関西地区の皆さんは普通にね聞けると思いますけども、全国の皆さんはですねラジコで聞いてください。ラジコでお願いしますね。今日は実況山田徹さん、そして解説佐々木智也で、横浜スタジアムDeNA 対阪神戦を、まあ、お送りします。ということで今日の注目ポイントというところでですね、あんまり幅広く伝えてもなかなか難しいんで、ぎゅーっとコンパクトに、あと分かりやすく、でここに絞ったら面白いんじゃないのかなっていうところをですね、皆さんにお伝えしたいと思いますけども、今日のですねポイント細かくまとめてみました。ここです。じゃん。 DeNA 対阪神、ここまでですね13勝7敗ということで、タイガースの貯金6ということですね、大きく勝ち越してますね。まあ、DeNA って言えば、まあ、ホームランね、筒香、ロペス、ソトと結構長打力のイメージありますけど、ここに来てですね対阪神に対しては16本塁打、これはですねセ・リーグの順位の中で最下位っていう、まあこれ6位って書いてますけど、これ間違いですね、対カードだから6位ってないですよね、5位。ホームランに至ってはですね、この対阪神にですね16本しか打ててないっていうことは、セ・リーグ5球団のうち一番 DeNA はねホームラン打ててないんですよ。まあ、これタイガースのホームラン見てもらいたいんですけど、22本と対戦相手の中で DeNA に対してホームラン一番打ってるんですよね。でそういったところでこの防御率、まあ、防御率はですねお互いが対戦、セ・リーグ対戦の中では、まあ、DeNA は阪神、他のね巨人、広島、中日とか他のチームの中でも DeNA は阪神に対して一番抑えてる。逆に阪神も DeNA をセ・リーグの対戦成績の中では一番抑えてるんですよね。というところで、まあどうなってくるか。そして打率はですね、ここまで DeNA は、まあ、広島に一番打ってないんですけども、タイガース2番目に打ってないんですよね、セ・リーグ相手の中では。逆にタイガースは広島投手陣には一番打ってるんですけど、これ2割5分1厘2番目にタイガースは DeNA をの投手陣をよく打ってるっていうところで、まあここまでの数字を見てるとですね、これまあホームラン、防御率、打点と、まあこういったところにこだわりましたけど、この数字阪神は、まあ、1-1-2とセ・リーグ相手の中で一番投打にわたって DeNA を、まあ、カモにしてるって言っても、まあ、過言じゃないんですよね。ホームランも対 DeNA が一番打ってる、防御率も一番抑えてる、打率は広島に次いで2番目に打ってるっていうね。逆に DeNA はピッチャーは、まあ、対戦成績の中では抑えてるんですけど、ホームラン、打線のイメージありますけど、ホームランを対セ・リーグの中でタイガースの投手陣から一番打ってない。しかも打率、
ね、投手陣、阪神の投手陣から、まあ、2番目に打ってないっていうところで、まあ、ピッチャーは頑張ってるけども打線がタイガース投手陣を全くここまで今年打ててないんじゃないのかなっていう数字が、まあ、こう物語ってますね。でその中でやっぱ注目してもらいたいのは、まあ、4番筒香選手ですね。筒香選手後半戦はですね得点圏に至っては33打数12安打と結構打ってるんですよね。しかもホームラン4本塁打と、まあ、得点圏において、まあ、強さを見せてるっていうところで、まあ、ラミレス監督も、まあ、情報ではですね、まあ、今日から4番復帰と、もうね2番筒香は終わりですと、4番復帰に向けてチャンスメイクをしてこの得点圏の打率で一気に返していこうっていう、まあ、作戦を取ってくるんですよね。それもやっぱりこのホームランと打率やっぱ打ててないっていうところが、まあ、筒香の前にランナーを出してそしてなんとか点を取りたいっていう、まあ、ラミレス監督の、まあ、意図なのかなっていうところはあります。でそしてですね、まあ、タイガースは、まあ、今日秋山投手先発しましたですけれども、まあ、DeNA ホームラン一番打ててないと、ね、阪神から秋山選手今年基本塁打1本打たれてるんですよね DeNA から。でも全体的には2本しか打たれてない、まあ、基本的にホームランを打たれない選手っていうところになりますね。まあ、今年8試合登板ここまでしてますけども、ホームラン基本塁打、まあ、全体的に2っていうのは、まあ、素晴らしい成績だと思いますし、まあ、これが成し得てるのもやっぱり低めの制球力っていうところが素晴らしい。やっぱ低めからホームラン持っていくっていうのは、まあ、不可能じゃないですけどやっぱ高めより難しくなるっていう、その低めの制球力がしっかりできてるっていうところがこの数字も物語ってますね。あとやっぱコントロールがいいっていうイメージ、その中でフォアボール今年全体的には9個しか出してないのに DeNA には5個も出してるっていうことは、全体8試合登板の中全体的には9個出してない、9個しか出してないのに DeNA に対して5個出してるっていうことは、やはり必要以上に警戒心強く、まあ、慎重に投げてるのかなっていうイメージがこの数字にもなってきますね。その警戒するがあまり打たれてないホームランを打たれてしまう可能性があるっていうところが、まあ、心配がありますけど、まあ、でもここまで基本塁打が少ないっていうところでね、それが今日どういうピッチングをするのかっていうところも注目ですよね。そしてですね、こう対戦成績、右バッターにはなんと3割2分打たれてる、左バッターには2割3分3厘抑えてるっていうところで、まあ、今年の成績になりますけど、まあ、右バッターより左の方が抑えれてるっていうところなんですよね。そう考えると今日の注目4番筒香選手、左バッター、この左バッターの筒香選手をしっかり抑えることができるっていう数字には残ってますけど、それがどうなるか、右に被打率が高いということは、まあ、ロペス、ソトともに右ですね、その右バッターが一発長打っていうことも考えられますから、まあ、この数字がどう出るか、まあ、こういったところを今日注目してですね、試合を見てもらうとまたより一層楽しめる試合展開になるのかなっていうところですけども、まあ、今日秋山そして伊野、この数字から見ると、秋山選手のこの数字から見ると若干タイガースの方が有利なのかなっていう数字的には分析しますけども、あとまあ秋山選手今年平均的な投球回数と5、6回しか投げてないんですけど、まあ、この5、6回しか投げなくても、あとのね投手陣がまたここに来てリリーフ陣調子いいんで、まあ、早めの投手陣を切り替えて後続につなげていくっていうことを考えると、やっぱ DeNA は5回までになんとか、1点でも多く取ってリードして試合を進めていくことが大事ですし、逆にタイガースは早めにポーンと援護して、あとはもう投手陣でバシッといっていくことが、まあ、勝利の方程式なのかな。ということは3回までの打者1巡目の攻防戦に今日は注目しながら、まあ、解説していきたいと思います。ビフォートークは、まあ、こういったところですけど、まあ、皆さんの注目ポイントがねどこになるのかっていうところですけど、まあ、こういう情報をもとに数字から読み解くですけどね、こういう情報をもとに楽しんでいただくといいですし、まあ、広島3位今日どうなるか、巨人どうなるか、もう試合数がどんどん少なくなっていってる中、現状維持ではそのままのゲーム差で終わっていくということは、まあ、この両チームちょっと大型な連勝欲しいですね。3連勝4連勝っていうところが、まあ、欲しくなってくるっていうところですけども、まあ、今日の試合どうなるのか、お天気は大丈夫そうです。ということで今日の解説は MBS で実況山田徹アナ、解説佐々木智也がお送りします。日本放送制作です。ということで試合中はラジオでお楽しみください。そしてまた試合後
どういった展開になったのか、どういう状況だったのか、詳しくお伝えしたいと思いますので、試合後の YouTube ニュース S もお楽しみください。ということで、佐々木智也がお送りしました。じゃあ、行ってきます。